まあ、残り何キロ地点で出ようっていう風な頭も自分であると思いますので、はい、まあ、そこからなら絶対に勝てるという自信も本人は多分持っていると思うので、まあ、そこまでは勝負を焦らずに、まあ、リラックスして勝負していってほしいなというふうに思います。中間点を通過して各大学の選手が給水を取りました。そして取れなかった選手たちに渡し合いながら、何かもうここは実力を認め合っている者同士。いや、新藤さん、今、早稲田の中村がですね、まず青山学院の一色に渡して、その一色が東洋大学の服部に渡して、服部が狩人第一工業大学に渡すというような、そういうシーンがありましたね。瀬古さん、本当になんだかここはエース同士、さあ俺たちのここから勝負だぞというようなね。そうですね、